ははいどうもこんにちは今回のテーマはミリカンの湯滴実験ですミリカンの湯滴実験というのは何のためにされた実験かというと電気量ですね電気量の最小単位それを電気素量というんですが電気素量を求めめるための実験なんですね非常に細かな実験で小さな湯滴が落下していく時の速さを顕微鏡を使って測定したりすることによって電気量の最小単位を求めていったんですね。 では実験については詳しくこの後説明していきたいなと思いますので一緒に頑張っていきましょうはいそれではやっていきましょういつものように事業プリントは概要欄にリンクを貼っていますのでぜひプリントアウトして書き込みながらこの授業を聞いてみてくださいはいそれではねミリカの油滴実験詳しくちょっと見ていきたいなと思うんですがここにね油滴をね霧吹きでシュッシュッとやって油滴を発生させてあげるんですよねでその発生した油滴が油滴同士で摩擦することによって まあ電気量を蓄えていくということなんですね。まあ、それぞれ異なる電気量を蓄えてくるんですけど、まあ、Q のやつもあれば、Q ダッシュのやつもあれば、Q ダッシュダッシュのやつもあるということになるんですねで。いろんな電気量がもちろん考えうるんですが、今は電気量 Q のやつで見ていきましょうと。でまずは最初、普通に落下させてあげるんですね。落下させてあげて、そのうちですね、 空気抵抗を受けますので空気抵抗を受けて速さが一定になった,、ね、なった時の速さを計算してあげましょうと計算というか実験で見てあげるんですよね。湯滴が落下ししてててていくのをを顕微鏡でで見ああげげそこから速さを計算してあげるんですね具体的にはこの距離をいくらかかって進むか距離と時間が分かれば速さが計算できますからそこから最終的には速さいわゆる終端速度ですねそれを計算してあげるんです。 で同様にですね次電圧をかけてあげるんですね下がプラス上がマイナスの電極電圧をかけていますので上向きの電場ができているんですよねじゃ今プラスの電荷が蓄えられているとすると上向きの力を受けて次は上向きに上昇していくんですよねでまた上向きの力が働いて上向きに上昇していくんだけど次はまた空気抵抗が反対向き下向きになりますからまた速さが一定になるんですねでその時速さが一定になった時に この距離をいくらかかって進むかってことが計算できれば、速さ、終端速度が計算できますから、そこから有滴の電気量を求めていきたいという実験なんですね。はい、では長々とちょっと喋り続けてしまったんですが、まずは有滴が落下しているときですね、電圧を何もかけてないとき、電場がゼロのとき、有体の落下速度を計算していきましょう。そのためにはまずしっかりと力を書いていきましょう。 に、はい、に働く力はこの通りになりなますねまずは重力書いてあげて下向きに落下していますから空気抵抗が速さに比例すると考えてあげると KV1 ですねなので上向きの KV1 という力が働いているとで今は最終的に速さが一定になってている時で考えていきましょうはいよろしいですかねなので速さ一定の時で考えていますからこの上向きの力と下向きの力が打ち消し合ってゼロになっている要するに力が釣り合っている時ですよね。 はいよろしいですかね。なので KV1 イコール MG っていう関係式ができるというところですね。はいでは続いてですね落下してたんですけど次にスイッチをつないであげてですね電圧をかけてあげましたと。でいわ上向きの電波ができているので上向きの力を受けるんですよね。なので下向きに落下していたものが上向きの力を受けますのでそのうち上向きに上昇していくとで。上向きに上昇していくと空気抵抗ですね空気抵抗が反対向きになりますし まあ速さが大きくなりますか空気抵抗も大きくなりますかねそのうちまた速さが一定になりますよとその時の速さを V2 としていますはいではまずは力をしっかり書いていきましょうはいよろしいですかねまずは重力 MG ですね上向きに進んでいますから抵抗力が反対向き下向きですね KV2 そして電波っていうのはプラス1クーロンが受ける力でしたから1クーロンだったら E っていう力を受けますし今は9クーロンですから9枚の力を受ける f 9 e という関係式がありましたね。なので上向きの9 e っていう力を受けてますよと。じゃあ最終的に速さが一定になっていることから3つの力が打ち消し合って0力の釣り合いの状態ですよね。力の釣り合いの式立てていきましょう。 はいいよろしいですかね上向きの QE という力と下向きの2つの力 KV2+MG が打ち消し合って0になってますからこの関係式が出てくるとはいでは今2つの式が出ていますので MG 両方ともに出ていますから MG を消去していきましょうなのでこちらの MG が KV1 に書き直すことができますねはいよろしいですかね MG がここですね KV1 と書き直すことができて電気量 Q は E で割ってあげたら出てきますから 求めたい電気量はイーブンの K かっこ V1 たす V2 という風に出てくるんですねなので E と K の値が分かっていて V1 と V2 については実験で測定することができますからそれぞれ代入してあげることによって油的の電気量というのが計算できちゃうんですねはいそれではですね先ほど求めた電気量を求める関係式に測定値を代入してあげることによって電気量の値が計算測定できたんですねこちらですね でこの求めた電気量9の値を見てほしいんですが連続的ななな値になってないですねどんな値でも取りうるんではなくて全部飛び飛びの値になってるんです。と飛び飛びいうのはどういうことかというと一番下見てください一番下は 3.23×10−19 乗空論になってるんですね。 でその次はいくらになってるかというと4.87かける10の -19 の乗クーロンになってるんですね。なのでその間の電気量っていうのは発見されなかったんですこれが飛び飛びになってるんですね。なので飛び飛びの値になっててその間の値っていうのはいく,いくつも発見されてるわけじゃなくて全部こういう値になってます飛び飛びの値になっているということが分かったんです。じゃあ飛飛び飛びの値になっているることとと、かかから何が分かるかというと 電気量の最小単位があると、まあ、それを今電子として考えているんですけど例えば電子が1個なくなくりまもともと電気的に中性でゼロクーロンだったんだけど電子が1個なくなったから電子1個分のプラスの電気量が今帯電しますと例えば電子の電気量がマイナス2としましょうかマイナスと −2 とするとゼロの状態からマイナス2がなくなったらプラス2になりますよね。 マイナス2電子が2個抜けたとしたらマイナス2が2個抜けたわけですからマイナス2かける2マイナス4が抜けたんですねだから0からマイナス4が抜けたから次4になったんですねなので取り得る電気量というのは2,4,6,8,10しか取り得ないですね飛び飛びの値になってますよねなのでこの実験結果から考えてあげると もう電子というふうに呼びますけども電子が1個抜けたから電子1個分のプラスの電気量電子が2個抜けたから電子2個分のプラスの電気量になってるんじゃないかというふうに考えたんですね。なのでその最小単位というのが電子の電気量になってるはずだというふうに考えたんです。 じゃあ最小単位がいくらになってるかというと全部この差額から計算していきましょう、はい、それでは差額を見ていくとちょっと1 0ス1 9乗っていうのをちょっと省略して言うんですがに,になったんですねなので差額から考えてあげると一番小さい電気量は1.6か3.2のどちらかになってるんですけど一番小さいものは1.6じゃないかなってことで考えたんですねでもも疑問に思う人もいますよね。 たたまたま今回発見されてなかっただけで最小単位電子の電気量っていうのは 1.6×10−19 乗じゃなくて 0.8×10−19 乗でもいいんじゃないですかってそれで言ったら 1.6× っていうのは 0.8× の2倍になってますから電子2個分って考えてもいいじゃないですかって思うかもしれませんがただ発見されなかったたたたんんんでですす今今回回くささ実験をねしけけども今回発見されれのはこれだけだったんです。 だからその差額分っていうのは一番小さいものが1.6かける10のマイナス19乗だったんですよね。なのでこれが一番小さい単位だとして考えざるを得なかったんですね。発見できなかったから。なのでこれを電気素量と名付けてあげたんです。はいじゃあ電気素量 E としてあげるとまず一番下見ていきましょうか。電気素量1.66かける10のマイナス19乗これを E として表しておきましょう。じゃあ一番下は E 何個分になりますか？ ちょうど E2 3.2 2E 個分になるはずででですすすかかかららね。ね。だから、e、ですよ、ね、同じようにその上ですよね4 8 7 × 1 0ス1 9乗っていうのは1 6 × 1 0ス1 9乗 E の3個分になりますよねだから 3E になりますよね。同じように何 E になるかっていうのを考えてあげるとこちらですよね。こういうふうになってくると。ではここから E の平均値 E の値を求めていきたいんですがまず出てきた値の E の合計値を見ていきましょう。 合計値見てあげると、e、になってるんですねそして左側の列ですね左側の列の実際求めた数値の電気量ですねこれの合計値見ていきましょうこの合計値が10 19乗になってるんですねこの2つが等しいということから平均値 E の平均値を求めていきたいんですがそこから E の値を計算してあげると 1.62×10−19 になりましたとこれが電気量の最小単位で電気素量というんですね。 これが電子の電気量だということが分かったんです。はい、それでは最後ね。えっと今までで分かったことをちょっとおさらいしていきましょう。まずはトムソンの実験ですよね。トムソンの実験は m 分の e 非電化を計算していったんです。非電化を計算して実験で計算した結果っていうのがちょっとこちらになってるんですよね。 で今回やったのはミリカの有滴実験で電気素量っていうのを求めたんですね。その電気素量っていうのが電子の電気量になっているということが分かったんです。じゃ電子の電気量っていうのが先ほど計算したこちらになっているんですよね。じゃあ陰極線から出てくる正体何かっていうと電子だったんですけども、電子がどんな性質を持っているか、電気量いくらなのか、質量いくらなのかっていうのを考えていきたいんですが、m 分の e と E 分かったんですね E の値電気量は分かったので M の値電子の質量はすごく小さいので測ることはできないんだけど M 分の E も分かった E の値も分かったのでこちらの計算式を使ってあげると電子の質量 M が出てくるんですよね。で電子の質量 M がいくらになっているかというと 9.11×10-31kg と分かったんですねなのでトムソンの非電化を求める実験ミリカンの 電気量電気素量を求める実験この二つで電子の性質電気量であったりとか質量であるということがわかったんですね最後のまとめだニャ。はい、それでは最後まとめやっていきましょうミリカの油滴実験の目的は何だったかというと電気量の最小単位を求めていくという実験でしたねどうやって求めていたかというと油滴ですね油滴が落下するときに重力と空気抵抗 これらが2つの力が打ち消し合って0になって速さが一定になった時そして電波かけた時に上昇していった時にまた抵抗力電波から受ける力重力これらを3つの力が打ち消し合って0になった時それらを利用して 電気量を計算していったんですねただ電気量はいろんな値が出てきたのでそれをよく見てあげるととびとびの値になったと。とびとびの値になったってことは電気素量っていうのがあって電子1個分の電気量2個分の電気量っていう風に考えてあげることができるのでそこから電気素量を計算求めていったんですよね。 でこの電子の電気量が分かったトムソンの実験で非電化が分かったこの2つを組み合わせることによって分からなかった電子の質量までも計算できるようになったということでしたねはいホームページにはたくさんの問題を用意していますのでぜひ概要欄からチェックして問題をたくさん解いてみてくださいこの動画が良かったなという人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは最後まで聞いていただいてありがとうございました